ロシア帝国主義が防衛上の脅威。NATO 会議控え。チェコ外相。北大西洋条約機構に加盟するチェコのリパフスキー外相は29日、NATO はロシア帝国主義を封じ込めるというシグナルを送る必要があり、あらゆるウクライナ支援措置はその一助になるとの認識を示した。30日から31日にプラハで NATO 外相会議が開かれるのを前に、ロイターのインタビューに応じた。リパフスキー氏は、NATO は防衛同盟だ。我々はそれを何ら変えたいとは思わない。その一方で、欧州を守りたいのであれば、何が欧州の防衛を脅かしているのかを率直に認識する必要がある。私の目から見れば、それはロシア帝国主義だ。と述べた。 また、ウクライナの NATO 加盟がより具体化するような大きな動きは見込んでいないとし、ウクライナの差し迫ったニーズに焦点を当てることの方が重要だと指摘。ウクライナが生き残れるよう、まずはウクライナのために現実的な措置を講じる必要があるのではないか。その上で加盟に関するさらなる政治的話し合いが可能になると語った。 ロシアのウクライナ侵略でロシアが優勢になりつつあり、ポーランドやバルト三国、ノルウェー、スウェーデンなどはロシアのウクライナ侵略後の行動に神経を尖らすようになっている。ロシアのウクライナ侵略がロシア優位でどのような形か不明だが急戦した後、ロシアはおとなしくなるのでなく、NATO の結束を乱すため、それらの国に何らか攻撃を仕掛けてくるのではないかとの観測が広まりつつある。 例えば、エストニアなどに限定的な攻撃を仕掛け、NATO が大規模な反撃をすれば、ロシアも大規模に応戦すると応じて、NATO の決定を混乱遅延させ、結果的に NATO の結束が乱れるような事態が心配されている。そのため、ポーランドやバルト三国、スウェーデンなどは、ウクライナへの軍事支援により積極的になりつつあり、フランスがそれに続いている。 スウェーデン、ウクライナに2000億円の軍事支援、早期警戒完成期も。スウェーデン政府は29日、ウクライナに133億スウェーデンクローナ、約2000億円規模の軍事支援をすると発表した。2022年2月にロシアによる全面侵攻が始まって以来、スウェーデンとして最大の支援となる。発表によると、 今回の支援には早期警戒完成機が含まれる。同期がウクライナ軍に導入されることで空中と海上の双方で遠距離の脅威を識別し、交戦する能力が向上するという。スウェーデンは支援によって自国の防衛能力が一時的に低下することになると認めつつ別の機体を調達することで補うとしている。また保有するすべての装甲兵員輸送車、 PBV302 や155ミリ砲弾もウクライナに送るという。ウクライナに供与される兵器をめぐっては、ロシア領内での使用を認めるかについて、欧米諸国の間で見解が分かれている。ただ、スウェーデンメディアによると、ヨンソン国防相は26日、ウクライナは違法な侵略戦争にさらされており、自国を防衛する権利があるとして、ロシア領内での使用を認めると回答したという。 ウクライナ空軍 F-16 戦闘機の4個飛行隊編成へただし一機には実現せずウクライナ空軍司令部のセルヒー・ホルブツォウ航空部長・ジュンショーはかねてロシアがウクライナで拡大した戦争の1 0 0 0キロメートルに及ぶ戦線の一区画でウクライナ側が航空優勢を確保するには F16 戦闘機の作戦飛行隊が4個必要だとの認識を示していた。ウクライナ、ノルウェー、オランダ、デンマーク、ベルギー各国の当局者による1年以上にわたる精力的な外交努力の結果、ホルブツォウは念願の4個飛行隊を編成できる運びになった。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は28日、 ベルギーから余剰の F16 が30機ウクライナに供与されると発表した。これにより、ウクライナが今回以降受け取ることになる F16 の総数は85機に増えた。85機あれば、現在、ルーマニアに派遣されているウクライナの F16 訓練部隊、オランダ供与の18機を使用中に加え、4個飛行隊、各個、各16機配備を作ることができる。 残り3機は戦闘で不可避の損失を補うための予備に回されると考えられる。ホルブツオウは昨年5月のインタビューで戦闘機64機体制の4個飛行隊、各個米空軍の1個戦闘航空団に相当があれば、ウクライナは一時的にせよ局所的な航空優勢を達成できるとの考えを示していた。作戦全体の立案ということであれば少なくとも1個飛行隊、 つまり最低12機から16機の航空機について話す必要があるでしょう。中略、少なくとも3、4個の飛行体があれば、どこかの方面で航空優勢を取れると思います。ホルブツォウクライナに供与される F16 は、1980年代に製造され、1990年代後半から2000年代前半にかけて、ノルウェー、オランダ、 デンマーク、ベルギー各国の空軍によって共通規格に改良されたものだ。比較的新しいレーダーを搭載し様々な精密弾薬やジャマー、電波妨害装置に対応している。これらの F-16 は対レーダーミサイルや衛星誘導の滑空爆弾によってロシア軍の防空網を制圧したり補給線を攻撃したりすることも可能だろう。ただ、ホルブツォウは昨年時点で AIM-120 空対空ミサイルを搭載する F16 について、敵、ロシア軍に対して現在、一部の地域で行っている攻撃の完全な放棄を強いることができるでしょうと述べ、最も重要な目標は空中目標になるとの見方を示している。ロシアのミラクル兵器、滑空爆弾を搭載する爆撃機の封殺に期待。 ここでの攻撃は、ロシア軍が激化させつつあった滑空爆弾作戦を指す。ロシア空軍の SU-30 戦闘機、SU-34 戦闘爆撃機、SU-35 戦闘機は、昨年半ば頃から、ウクライナで KAB と呼ばれている誘導滑空爆弾を最大4発搭載し、ウクライナ軍の陣地やウクライナの都市に向けて、最大 65km 離れた空域から発射している。 使用数は月に最大3000発に上る。この滑空爆弾は重量が1トン以上あるものもあると見られ、命中精度は照準点から数十メートル以内と推測される。ウクライナ軍の第三独立教習ルダンに所属する軍人、ヤホルスハルは、これらの爆弾はどんな陣地も完全に破壊する。建物も構造物もただの穴と化してしまうと説明している。 ウクライナの調査分析グループディープステートは今年3月、滑空爆弾はロシア軍にとってミラクル兵器になっていると表し、ウクライナ側に対抗手段はほとんどないと述べている。ウクライナ空軍が現在75機かそこら運用している旧ソ連製戦闘機は新型のレーダーや空対空ミサイルを搭載していない。同軍の地対空ミサイルシステムは数が少ないので、 全ての都市や軍事拠点を守ることはできない。F16 がロシア空軍の滑空爆弾搭載機を 160km 以上離れた空域から攻撃するようになれば、滑空爆弾による爆撃を受けやすい都市や陣地から敵機を遠ざけ、ロシア側のこの強みを初めて損なうことができるかもしれない。もっともそうできるのは F16 が最新型の AIM-120 を搭載する場合だけだ。 旧型の AIM-120B の射程は 50km 程度しかないが、新型の AIM-120D は 160km 超にまで伸びている。米国防総省はウクライナに供与する AIM-120 の形式を公表していない。しかし、ウクライナ空軍のユーリー・イフナト報道官は昨年、米国はウクライナに射程160から 180km の AIM-120 アムラーム航空ミサイルを供給するだろうと述べており、AIM-120D が供与されることを事実上認めている。4個飛行隊規模の F-16 は、戦線のパワーバランスをウクライナ優位に戻す可能性もあるが、いずれにせよそれが一気に起こることはないだろう。F-16 はウクライナ空軍の老朽化した原油機がオーバーホールされたり、パイロットの訓練を完了したりするのに合わせて、 数年かけて少数ずつ導入される方向になっている。編集中。ゼレンスキー大統領によると、ベルギーからの30機も2028年までに供与され、今年中に再処分が届くとされる。ロシアが平和サミット妨害へ各国に圧力。ゼレンスキー氏主張。 ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、自身が提唱するロシアとの和平案を協議する来月の平和サミットについて、ロシアが各国に参加しないよう圧力をかけ、妨害しようとしていると述べた。同氏は6月15日から16日にスイスで開くサミットについて、現在100近くの国と国際機関が紛争解決に向けた世界的な取り組みに関わっていると指摘。 ロシアは懸命にサミットを妨害しようとしているが、もはやそれはできないとし、首脳らに圧力をかけ様々な国を不安定化させると公然と脅している。世界がテロ国家に時間を与えすぎた結果の一つだと述べた。その上で、ウクライナ政府や議会などはできるだけ多くの参加者を集め、真の平和に近づくために必要な非常に効果的なサミットにするために取り組んでいると強調した。